霊夢待てよ霊夢よせー。霊夢それ触ったらやべえって。絶対しびれちまうって。私ならできる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 。感電しないチャレンジ。しないチャレンジってしない前提。絶対しびれない自信があります。本当に何してんのこの人。わかったわかった私もやればいいんだろ。私の左手がついに電気が通るってわけだ。感謝してる私がスーパーサイヤ人3。電気。この手に左手に宿れー。あーやろーいわー。説明するためにある。レイムはスカーレット、マリサはバイオレットをプレイしてるんだな。これが今回はダウンロードエピソード後編ゼロの4、青の円盤並びになんか桃をねご馳走いただけるんですって。じゃあいただきましょう。そりゃもらえるんだものいただきましょうよ。今回はついにポケモンスカバイ終了まで、やっと終わりだよ。早すぎるぜ。対戦の際はレベルフラットで最終戦はシングルだよ。最後ってことで特に手持ち没収はないけど、まあ後々な。待て待て、そこのアナーで通したらまた偉いこと要求されるだろ。少し静かにできんか。嘘だろ。もう終わりだ。この縛りはあくまでスパイスとして考えてくれると幸いです。通信対戦時の手持ちなのだが、こちらで指定したキャラを入れる枠を1つともう1つちょっと後々使える枠と2つ必ず空きを用意しといてくれ。ついにポケモン最終回、もしかしたらサブ要素だけガラガラやる動画とか作りたいかもなので、チャンネル登録高評価コメントで応援していただけると幸いです。すいません、いつもほんと助かってますし。さあ霊夢たち準備はいいか。うわびっくりした、すぐりに会うのが怖いらしい。もう払われよう。リモートじゃダメ。ダメだろ。すぐりに羽がいじめされて甘くささやかれたらどうしよう。言わないでしょそんなこと。言わないよね。困ったよ。嫌だよ。圧強制的に光で連れてかれる。マリサたちは準備いいか。見てくださいケイネさん。どうしたんだい。勝ったのが嬉しすぎて犬になっちまった。わー、ほんとだ。ワンちゃんもひもひ。かわいいね。準備良さそうだな。準備よしって感じだな。嘘でしょ。やる気満々っす。あ、お前そっち側。いやー稼いだ稼いだ。なーにこの BP の数。利害が一致しまして、二人でポイントのみ稼ぎましたわい。というわけでリーブ部の覇者になります。投げ方、もう一つ。何これ。すいませんこれは道具プリンターです。 BP を消費してガチャが回せます。ガチャガチャ。フレーム100個いこれ。やろう。ブリブリ回そう。いい方。写真のフレーム各種デコフィルム、おいフレーム、ロックオンでいろんなもの見えるようになった。ここは内装変更。たったのしみ。結構ガラッと変わる系かな。部屋の BGM 変えられる。スピーカー曲が増えたよ。また増えたよ。またまた増えたよ。トカゲなどが出る。おお、これ御三家が野生湧きするやつじゃない。パパパーティー増やせる。ニャーリー、ポッチャマー、サルノリー。これで歴代の御三家全部出たのかな。楽しみっす。どうでちょっと模様替えしてみるか。アクションフューチャータイム。嘘だろ。こんなに変わるの。すごい。時代未来これ全部見たい。ポリゴンが投影されとる。うわーそこれってもしかしてあれですか。なんですか。伝説のあの映画有名なんですか。あちょっと待って、なんだっけ。カレー侵略者。侵略者よこれ。あ、実際あったイベント。 BW2 のサブイベにポケウッドってあって、自分の映画を作れる面白施設あったのよ。そこに出てくるキャラがまあ立ちに立ちまくってて、当時 BW のマイナーチェンジのサブ要素っていうクソ目立たないポジションのイベントだったから、覚えてる人かなり少ないのよ。ポケモンでこんなちゃんと立ち絵差分あるの。ポケモンを純粋な目で見れない年齢層のやつらには間違いなくぶっ刺さりまくった施設だったわ。全然言葉選ばないじゃん。回復の薬の原液だ。おもろ。防衛隊ヘルメットなんて思考が凝っているの。アタックンうるさいよ。はあ、でこれがカメラエフェクトか。もだいぶ浮かれポンチじゃない。ああ違います。ちょっとあれってまさか。なんだお前、中古ショップ来たオタクじゃん。大怪獣メカバンギラスの鑑定図じゃねえしか。あれやべえっすよ。初期のドウモリの化石解説する風太じゃん。わかんないわかんない。今ってよく知らないけど、ポケモンマスターズとかでトレーナー供給得られるじゃない。貴重な人キャラ激しこタイムだったわけだ。いい。おーし、じゃあ回すか。興奮してきたわ。落とし物選んで。ちょっとピンクの毛どれだけむしり取ってるのよ。レベリングの度にブチブチしてて。やめろー。おい、こんなの押すしかないだろ。うほー、あ、面白いわ。いや、どういう原理なのよ。はやぼだが地味なお金稼ぎと進化アイテム稼げる。やろう。果てまで天井あるかしら。霊夢さんが何度もプリントしてくれたおかげでプリンターの性能を改良できそうだよ。なんですと。200でいいんですね。頼むわー。必要な落とし物を少なくして道具に倍チャレンジを追加したわ。チャンス。やるしかないじゃない。社交心煽るわ。意識しないと見つからない道具が無意識で溜まっていくのいいわ。あれね、画面変わらない。フリーズ。すげえ2倍4倍。リアにお得な演出機器探しちゃおうか。夢ってやつを。困っちゃうな。ここから出れないよ。ガチャ部とかに名前変えようよ。これ金は当たりよね。もう一個くらい上ありそうじゃない。おお、ほう、茶碗出てきたべ。当たりで茶碗、しかも傑作。こんなんもう罪じゃん。何らかの罪じゃん。プリンターの性能を改良できそうだよ。お願いします。必要な落とし物を少なくしてレアボールチャレンジを出した。レアボールチャレンジ。これたまにもらうおしゃれボールとかじゃない。ハイパー聞こうぜ。値段も安くなるしさ、こんなん好き得じゃない。ね、これしかない人ちょっと危機感持った方がいいですね。自由意識だっけ。もう部活だけしてよっかな。ガチャ全国大会でよっかな。おやおやつを今さかこれは。うわ、しました。レアボールチャンス。どんなボールかしら、どんなボールかしら。待ってね、毛をぶち込むから。いいっけー。どうだ、何になるのかしら。まだ多分あったまってないけよ。これもう何らかの罪じゃん。何出るかリストないんですか。景品表示法違反ですやんって。手のひらメカゴジラ。霊夢、ほらほら、やっぱりあるじゃない。SSSSレア。
メンズラシドリームボール、これこれこういうのでええやんじゃ。このなんて言うんだろ、岩鉄だって。そう、岩鉄ボール。田舎の頑固じじいが作ったボールが25年経ってばっかプレネつくの最高に俗っぽくて好き。めちゃくちゃリアルよねこの感じ。ほらあったわ、手をむしれい。お、やで、リュウ君。バカ。超スピード。いいじゃないスピードボール。どうせ使わないのにこのお得感がガチャの魅力よねー。ですいませんマスターボールガチャにいつ改良されるんですか。すごい嫌な予感するんだけど霊夢。クリアも得点じゃないかしら。おいほら、責任者出てこいよ。株式会社ポケモン代表取締役石原です。いつも楽しく遊ばせていただいてーま。ご三家が野生湧きするんだってな。ついに野良で。これよこれをやりたかったんだわ、次始まる前にさ。うわすげえガチャですって。ガチャはいいや、部屋とボール投げポーズのプレビュー画面作ってくれよ。いちいち消費するの嫌だよ。ことぶき村かけてみよ。あー、タイムスリップした感じ。えらいピンポイントな感じっすね。行かなきゃダメかな。嘘でしょここまで来て。いや触れないというのもその答えなのかなって。あんた一人の思春期ぐちゃぐちゃにしといて蒸発したら最悪死人出ますよ。それもそうだよね、ねじ曲げちゃったの私だもんね。ちょいっすよ改正物女。おすマリサ。あちょっと待って靴直してる。ブルベリーブ公式試合もこっから申請すんだ。マリサさんですね、チャンピオン戦の手続きをいたしますので少々お待ちください。マリサ、お前さんすぐりと仲良かったんだろい。マブです。マブっすね。そうかい、ツバッさん的にはあいつ気に食わねえ。以前のすぐりはしゃべんねえわ、おどおどしてるわ、自信ねえわ、ですぐ全員の後ろに隠れてた。でもよ、ポケモン戦わせんのだけは誰よりも楽しそうだったんだ。確かにだいぶ変わった、自分も周りも攻め立てて追い込んでら、誰かがあいつの目覚まさせてやらねえとよくねえ。楽すんのが痛みついちまった、おいらにはできなかったからよ。兄弟任せで悪いな。こっちもちょっと気になることあるんだわ。彼が操られてたりなんなりあったら原因は知りたいですよね。それじゃあと頼んだぜマリサ。不安そう。やってくれたな。やってそうだった、負けてたんだったわ。一旦控えの子たちで組み直すしかねえ。その眼鏡なんなのよ。北上の屋台で売ってるって聞いて。よしよしよし、切り替えていこう。お頼みもうでかよもう。どうしよう、やっぱり素振りに対してこうグイッと行きたいよな。素振りを比較的に困らせるの大好きじゃん。じゃあバイブス上げる。うわーびっくりした、そこまで変える。はい、かわいい。あとのせエフェクト、部活で実装されたシステムね。無駄に綺麗にできるなおい。これレイムアートレアじゃね。いやそうだよね。消しねこのフレッシュネッサに思わずすぐりもおはこんばんハロチャオ。私を見かけてこれはアートレアだぜとつぶやくのであった。今の彼そこまでウィットに飛んでるかしら。レイムお前さんすぐりと仲良かったんだろい。仲良かっ、レイムレイム。なになにこれ見て、ここの文字、これってこれ確信犯ってやつよね。仲いいってか恋人関係なのでそこそこって感じっすね。やれてんのかい、青春だね。どうやめろよこの野郎。来たわね。彼めちゃくちゃ強そう。急ごしらえだがちゃんと子が強いパーティーにはなってるはず。え誰、あアホかお前ら。準備はいいぞすぐ。見たことない子は出さないでね。待っていたよ。レイムを見返したってよ。どっちなんだ。吐くほど勉強してポケモン強くして四天王受け散らしてチャンピオンになって、それも全部今ここでレイムに勝つため。上等だこらー。やるしかないならやるだけだ。彼に至ってはマジで手持ち何かわからないわね。多分だけど前回の総特会だよな。きえーもう念の塊。愛を教えてやる。わっわっわ。わかった雨だ。ぶっ雨かこれ。だとしたら乗っからせていただけそう。大会王も宇宙部ももう雨の恩恵でかいです。俺は間違ってない。答え合わせさせてもらう。雨だー。雨がお振りになられて。やることやるだけよ。ちょっと海流マストで潰してよろその泳がせるのはどうかしら。くわやじゃあ相性で負けてても負けない。そうしようか。各種壁張ってなんとかしのぎやすくして。デカザウルスカオガボヨウハゴロモでばっかけまくって一点突破な感じでいこう。鍛え上げた技どうだ。高みのトスと違うだろ。承認欲求がえげつないわよ。リポストでどうですか。ダメよ、中途半端なリポスト数では身内乗り場のウェーブなどに多いねところは。あと SNS における何の活動してるかわからないんだけど、おそらく昔何かしていたんだろうな。とりあえずわかんない存在になってしまうわ。うがりすぎだろ捉え方。スピーム打ち方。カエルはこれで落とせますでしょうか。あっこれはきついかも。おもむろに何か食べ出しました。弱点を補助する気の荷物か。こういうの多いですよね。こっちはめったに使わないけど相手はしょっちゅう使ってくるでおなじみのやつじゃん。平和に発明じゃい。まあたくさん打てばいいか。本当に先んじで雨降らせてくれてよかった。ん猫。あっ、よく B 面倒くさい猫だ。とりあえず上がった特攻で海流撃破の足がかりを。いけた。雨、典型ですわこれ。あーでさあなんだフル大回転。これじゃあたちまち X マリサ X は。宇宙雲に帰ればよかったかも。ポリゴン Z か。不安定な子来ましたよ。てか後続雨とシナジーある奴ら来ると思ったんだが、そういうわけでもない。あーオーシャー優勝か。オーシャー素振り見たか。絆大事なんだぞ。猫に熱い水をかけます。それは犯罪です。そうよ。フリッコはよ。ヘイサトリーデコレーション。これってもしかして怒りによる攻撃力アップだったってこと。すいませんでしたー。うおー、ハボロモー。一回しかデカザウルスのサポートできなかった。ありがとう。もう少し見ていたかった。なんで。前も言ったけど人の手で壊されちゃった。不安定な子を支えてあげたくなっちゃうよね。であれサトリー、ややこしいな。おいな、壁とか手早く張れる。覚えてる。初手に出してこないってことは壁張り以外の全然違うことやるかも。さっきはよ、まさかがむしゃらとか。あ、全然違ったわ。これは耐えられない。普通にやられたんですけど。ちょっと素振り思い出せよ、自分の原点を。素振りオリジンを。よくんを今ここで、お兄様さ出せたよなぁ。おいおいおい、ごぽおめぇ。いや、そりゃそうでしょ、あんた。コンプレックスに入り突っ込んでこじりに行くやついるか。マジの型破りやめなさいよ。
違うんだよ。出会った時のことというか、その元々の好きだったものを見るとその少しハッとすると思ったから。いい加減倒れてよ。ありったけ全部ぶつけてんのに。あーわーごめー。やったれー。カジッチってまだ進化するの。過密オロチ回避率下げられた。すっぷーり。なんだその道の生物は。すごい、こんなにリンゴのパターンあるんだ。過去の俺はいらない。だから変わった。変わるんだ。だったら乗り越えるためにぶつかってこよら。なんだその物体かは。若いですね。フレッシュですよ。これフレッシュか。格闘かよ。やる気満々ですよ。そう何してくー。そろそろ謎しようよ。ねえ、見た？クリーパー、やばいわ。おろしにゅう、果実の道と過密ってことですか。うまいこと名前つけるな。ナイス急所。うんまで味方につけて、ずるいよな。ずるい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 。やっぱ、メダルな勝ち取れ。さすれば与えられるかは知らんけど。いいですね、彼氏上がってきてますよ。こうやって成長していくんですよ。いやいや、お前これ操られてるかもみたいなこと前言ってただろ。ああ、大会を。うおー、橋があったー。トモッコブを殴ったとっこ節に一瞬宿った紫オーラのことですよね。あれの正体わかんのかな。操られて、いやどうなんだこれ微妙な感じなんだよな。もしそうならもっと露骨にそういう描写ポケモンなら絶対するよな。イケマンにゃおら。使った。課題です。これ素振りの本心っすよ。よくも悪くもぶれてねえっすもん。てかこの技。ゴーよ。ビビってんのかスブボーイ。よしなんたは草タイプを狙ってくるだろうよ。おじゃあ、優勝だ。自傷ダメージ、セータな素振り、過密オロチの方は。そうだよな、地面技は毒に当てたくなるよな。こいつ霊夢さん時もそうだけど、いろいろと厄介すぎる。お前もこっち来よら。なんだか、いやらしいですね。ご自覚あるなら、せーの、ダーン、ゴー、ハーン、ふふー。ああ、よかった、一撃でいけた。うふう、ごめんて。極まってるわよ、すぐりくん気持ちが、糸が切れちゃう。だからって気を使ってられんて、突破したぞ。え、ブブ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 ブ。彼のケアってどうしてあげれば。お、ほんまえちゃっかり金までも知ってんじゃねえの。お決まりじゃん、お決まりのやつじゃん。す、どうだ。なんだ負けちゃったよ。行こうぜ。ねえこの子短期間でいろいろ経験しすぎよ。うしわ寄せってやつですか。なんで、どうして、こんなはずじゃあ。は、はぁ、うぐみぃ。上しか見なかった時のもろさ。ぬぬー。私に会わなきゃよかったってことを。どっちも頑張った。感動した。赤松くん、空気読んで。皆さんそれぞれですね、受け取り方。アッパルイ顔してる。ちょっと。お二人とも、お疲れさーん。お疲れやれ。ちゃうねんちゃうねん。残念だったね。歯磨き子先輩。元、チャンピオン。歯磨き子やめろくら。いい今じゃなくていいだろう。狙ってたわね。やったな兄弟。やったなとかじゃねえっすよ。なにこじらせてくれてんすか。今まで言われてた嫌味全部跳ね返したなさっきので。チャンピオンになった奴には学園からお祝い品がもらえんの。預かってたから渡っとくで。祝い品とかでごまかされねえか。もう知ってた知ってた。すぐりよ。お前に勝てなかったオイラが言うのもなんなんだけどよ。前みたいに楽しくやろうや。そうだぞ。楽しくやりすぎなんすよそれ。勝ちにこだわれんのはすげえいいことだ。誰だって勝ちては勝ちてえってもよ。こだわりすぎて自分の首絞めんのは違うだろ。見てるこっちが苦しいぜ。だからよ、またみんなで。負けない。はい。えらいもんに巻き込んでくれたわね。負けない。今度こそ俺が勝って、次こそ、絶対。もう終わったんだよ。もうやめよう。依存先は増やした方がいいよ。ふらし者。いや結構マジ。バブル時とオラル時って人変えた方がいい。ほっこんとうに何言ってるの。行き場のない感情にどうすればよいかわからなくなるすぐり。とりあえずはこれでチャンピオンを撃破したということで、プレイヤーが新しいチャンピオンに、とはならないよね。留学生だもん。異例なこと尽くしなので一旦処遇を整理しなくては。四天王の枠内整理だったり、すぐりの気持ち整理だったり、なんてこったなタイミングでブライア先生の呼び出しだ。すぐりも呼ばれてた。もうチャンピオンはプレイヤーなのに。そうだね、タロちゃんそういう言い方は良くないよね。呼ばれたのはカキツバタ声優すぐりもだ。とりあえず先に向かおう。これで許してくれメンス。いやアホが。レイユありがとう。すぐのことは気にしないで、ブライア先生のとこ行かないとね。レイユじゃそう。しっかりしたお姉ちゃん。ブライア先生の元へ行ったぞ。来客もいるらしいが入れ違いになった。とりあえず概要を聞きましょう。時にレイム君、君がブルでレイユを勝ち進んでいるとは聞いていたが、まさかチャンピオンにまでなってしまうとは驚きだ。ブライアし。まあすぐりのことは知るよしもないわな。どうもです。じゃあありがとうございます。やけくそだよもう。どうしてくれるんですか。あの、先生そういうのいらないんで、本題に入ってくれます。じゃあ、ありがとうございます。姉ちゃんほんと姉ちゃん後で。すまない、灰色にさせていたね。いいんです。ブライア先生が提案してきた話はなんと我々の庭であるエリアゼロ探索、降りるための許可が下りたらしい。許可、まあいいか。エリアゼロ最王には伝説のポケモン、テラパゴスが眠っているという、そちらを見つけに行こうというわけだ。おやーその姿は、もういいすマジで。ダメージがでかいな。すぐりと行くの辛くないっすか。まあわかるけどこれこじらせっぱなしはもう。いい女の匂い。あ、キリシャ、うわ。お待たせしてすみません。おやチャンピオンレイム。スピス、アンプ、あの、これはその絵面過去一最悪よ。偽物。現実逃避やめなさい。桃高さんとキリちゃんがお客さんだった。エリアゼロからパラドックスポケモンが飛び出しちゃいそうになった事件。本編の終盤にあった出来事を受けて、エリアゼロの再調査をしたいのだが、ポケモンリーグからは人材不足でなかなか着手できないもんで、ブルーベリー学園のエリートにお願いしちゃおうってことらしいぞ。やんわり断ろうとしても無断で入ったお前ならなんとかできんだろって圧力で行くことになりました。で、いいとカキツバタ。カキツバタは来ないって、すぐりも来るってよ。伝説のポケモンがめちゃくちゃ気になるようだ。わ？キリちゃんまで来るとは、これはめんどくさいわね。キリちゃん、チケットだぜ。
却者。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。チリちゃん、このポーズ知らないでしょ。後ろの髪も長さ測れちゃうね。チリちゃんの匂いをそのまま嗅ぐなんて恐れ多い。それならさ、これで香りだけを手繰り寄せるんだ。あ、最近アイコスに変えたのかな。新車とかかな。言ってもなんだろ。久しぶりです、チャンピオンネーム。おわやや。毎度、チリちゃんもおるで。知ってる。あ、ほらもう出た、これめんどくさい。まさか自分と会えるとは思ってもみんかったわ。アルベアチャンピオンとしてその才を発揮されているようですね。守るものあるから。はぁ、ふふ。それでこそ私が見込んだ逸材です。せやな、逸材逸材。圧倒も傑物です。いや、逸材言うて。いや、あったー。乗りツッコミだー。自分をは何らか許可も取らんと入ったんやろ。あのエット違うの、あのエット。怒られに言ってる。わざとわたわたして怒った表情を長く指示もらおうとしてる。それに関してはちゃんと怒らせてもらうで。ごめんなさい。謝ったかて。チリちゃんな話聞いたとき椅子から転げ落ちたわ。よー、思わずドタンと行くでよい。まあまあチリ、ご無事だったのですから。それにチャンピオンネームがエリアゼロに向かわなければ今頃パルデアは一大事だったやも。それはまあ、そうやけど。総大将に免じて目つぶっといたる。良き采配であります。霊夢のリボンでございます。それ渡されてどうしろと。チリも心配していたのですよ。霊夢もクリア後あなたに会えなくて心配していたのですよ。もうやめるんだ。タイムマシンの剣とエリアゼロの危険性は取得されてるのでご注意。ブライアさんに渡すもの、青のディスクを受け取る。ポテサラ買ってこい。ご安全に気張ってこい。チリちゃんもついてきて。チリちゃん仕事何回からついてきて。チリちゃん、あいつ絶対ごねてるぞ。うざそう。私と霊夢でポイント貯めて御三家が出るようになったからさ、ラストダンジョン前にちょっと行っときますか。どう、これ、落ち着かねえけど。これはまためっちゃ良くないっすか。これ落ち着くわいな。ちょっと派手だけど。まあ両手あげばクソピカチュウかわいい。じゃあわーちゃー。一口にゴージャスって中身もこういう遊び心ふんだんなのがポケモンだな。これ明らかに学生が書き足してるよね。あー、遊び心にしても。んけわー、ホワイトボードも変わるんですね。こだわってんね。定期毎定期なり頭の録画にするって何なんですか。マジでごめん。ポケモン長回しするからちょっと録画方式変えてるんだよ。今回の霊夢参戦はどうします。私さ、全員御三家って考えてる。なんでバレるんですか。私も似たこと考えたから、録画ミスしたマリタソです。というかあいつも、霊夢も悟りも全部御三家にしようとか考えてるはず。あ、それも確かに。どうする？始まったぞ。心理戦だ。本当ですか？霊夢は私が御三家オールスターを使うと予測すると思い、逆に御三家は使わないという選択肢を取る。その裏の裏を取る。裏の裏。あいつは、多分いつも通り普通に来る。そうですね。猿だ。鼻のある猿。芸術性あるかなって、御三家で固めるとかバカかよ。相性まずった時に一気に押し込まれますし、まさすがにないか。あしかー。すげえな、こうやって捕まえられること自体新鮮。ボールこだわりたい人はこれ待ちかねた要素だろう。なんでその名前。オスが多いのよね、御三家。あ、僕男だけど。ってやつね。てかどこだよ、どこにいるんだよ。まあ出現率はそこまで多くないかと。そもっとポンポン出てくるものかと。痛い、いました。あ、本当に来ました。僕生命がいい。しかし新規御三家知識は入れたいな。冒頭で言ってた指定は2つあるけど、そことのバランスもありますよね。でかいねえな。いないっすね。いなさすぎてバナナになっちゃったし、理由も意味わかんないし。いった。あ、なんか来ました。あーやっと出たー。ダーコーよくだぜ。ヘビマリがいい。マリサがしょっちゅう使うトカゲ。こんなのと対面したらもうどうでもよくなるわ。はい、かわいい。かわいいわ。これ全員御三家で言ったらマリサビビるかしら。ビビーリはすると思うけど。御三家って進化したらタイプ増えるのも多いもんね。あっぱりと前向きですか。御三家統一。フェアリーとかアクとかいるもんね。いるけど。君よ君タロキャソ使ってた積み作りなおの子よね。これ見て別地方で流行ってるやつ。それをこの子に見せてどうしろと。おう、あのちょっともう一回これ。うへへ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 。アイドル目指してるから妹反応してくれたりするのかしら。たまたまでも運命感じちゃう。あ、知らない子。え、あれ、お池はしかいねえのか、御三家。めっちゃデコデコんなんだっけ。あ、そうよね、こうよね。抜け感あるな、いいな。これなんて読むの。ドラマク。お、めちゃくちゃ不思議なことなってるってさ。あら、これって色違い狙えちゃうんじゃない。え、そうなん。光を守りでポケトレの連鎖で国際的なアドベンチャーでビビリ玉な感じで出やすいわ。え、なえ。スルーしなさいよ。うご、おいだ。なんだこの丸っこいの。なんてつはぐだ。めんふくろうだ。いただこう。よし。そうかよ。かわいいからいいだろうが、いたぜ、ニガメガメが。ヨウム好きなデニガメは。そりゃデニガメっすよ。そうだね。じゃあ。ペイで、なんで雰囲気が、アースパンツ履いてる子。確かに履いてるけど。じゃ、巨大で。ねえ。マリーさ。あ、懐かしい。ゴージャスにしちゃう。きっと中身ふわふわそうだから。そういう感じなんすかね、ゴージャスボールって。私が名前決めたいです。私が決めたい。いいじゃないっすか。前頭つけたんだし。猫なー。そうやって、普通に猫が、猫の鳴き声だ。かまーい。なんだ、楽しそう。この子あれですよね、立っちゃった子ですよね。そうそう、あまたの女子を驚愕させた子。だからってまんまに。はぁ、あ、これっこ。んちょ、こんなんもう平気やん。モクロを抱っこしてさ。はい。モクロ可愛いって言われた後にマリサさんも可愛いって言われたい。ほら。そこに乗せるの腹立つのでやめてください。あ、見てください。耳毛の子。あ、ちょっと待って。いやー迷う。今回この子パーティー入れたいかも。お気に入りですか？この子魔法使いなんよ。わぁ、マジでどうしよう。前向きにいい？これもう私ってことを。あんたじゃねえし、あんたじゃねえよ。あー、ここにいた。霊夢使ってた。このおって魅力的なの多いわ。駆け抜けろ。トップ狙うしかないわね。すごい企画に。おわ、また炎だ。猿よ、鼻もない猿。それ好きね。
この辺絶対ペンギンいるぞ。いたぞ。わ、かわいい。生意気。頭売り売りしたい。あっきみ普通にかわいいキャラにちゃんとそういう感想を抱けるのね。本当にやめてください。え、一緒にしないでください。アニメで暴れてたんだって。ちゃまちゃま絵を撮りましたわ。はぁ、あ、切りないからとりあえずこんなもんかな。かなり集めましたよこれ。本当に出るのこれ。出る出る、ついに出る。危なーい、ゼルダー。いけーリンク。ちげちげんだよ、ゼルダの CM でごまかすなよ。もうちょっとだけ粘ろ。これ本当に出るの。あ、出たー。これ同じ色じゃないの。違うよ違うよ、母ちゃん。よく見て少し淡いんだ。ああ、本当だー。全然信じないじゃない。これ光の当たり方じゃないの。光ってたじゃないさっき。気持ちが落ち着く成分入れとくか。なんでよ。アロマ的な。進化したらもっと変わるかな。色違いってガラッと変わる方が珍しいわよ。あ、そうなのね。いい、タイタイタ、ナイドコピ。ナイドコピって、ドワッチボール。ドワッチボール。お構え、脊髄反射がすぎるわ。しまっておきたい。なぜ、収まりが良さそう。うわー、金ね。マジ好き、夢女子製造のプロ。どんな好きのなり方してるのよ。で、その子に夢女子になってもらう感じなのね。逆にね。あ、ちょっと待って。ね、曲がってた。あ、普通に気がつかなかった。丸っこい中身丸っこいのが。はい、せーの。エレンブルだ。あ、ダッコッコ、びっくり進化の。ダッコよ。わかんないじゃん、もしかしたらだ。コアラかもしれないじゃん、ポケモン。あっぱり棒じゃん。知ってるのね。知らねえって顔してるよね。確かに。どういうパーティーにしようかな。最終戦ともなるとタクも多くて迷うわね。本気で御三家パーリだ。ムームムンボワー。おーおー、マジで迷うな。かわいいのばっかりねー。ジャモもかなりびっくり進化よねー。名前なんて？うーわー、何にしよう。あー、うーよー、いいぞー。ガストン、カレーいいんじゃなくって？いいかもー。ヌー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 、君はじゃあ異名の方を。ゲーム5時。あーらまあ。まあ、とりあえずこんなんでいいかな。じゃあラッキーの毛むしりに行く？行く。おおお。昔のガキどもの夢。言葉が強すぎる。やあやあ、かわいいな。こんなに揃うとなんかたまらんな。モクロウって基本的に飛んでるんだ。空中で寝てるー。なんだこれ、すっごいかわいい。この子連れてきましょうよー。ムームムマジで迷う。普通にかわいいんだよな。うおー、キモいー。急に何ー。ごめん、正気を保てなくて冷静になろうかと。冷静になってください。これ、顔、うまいのか。気持ちよさそうですし。愛着湧いちゃうと、みんな連れてきたくなっちゃう。おっしゃ、見ていて気持ちいいで、おなじみのポケモン動画らしくハイテンポで行くか。それ初めて聞いた。ジャノビーね、ジャノビー。胸ぶいガンダムみたい。うーっと、いいアイドルになるよ君。わっ、あまりちゃんと見たことなかった。ドラ猫っぽくて可愛い。意外とふさふさだったんだね。ガチペンギンより、美しい。どうしよう。どうして？いいだろ、かっこいいだろ。待ってた。このアマノジャクやろう。歌方のアリアってそんなかっこいい技ある？かっこいいですよね、頭トライデント。不思議そうだ、不思議そう、つって。はい、かわいい。珍しく中間進化がド級に人気な子。うていって鳴き声な子。ヒールレスラーいいですよねー。あー、いいですよ、造形が。ポケモンらしさで言えばこいつよ。おー、いいね、頭小さくなった。初期の杉森さん風はかっこいいですね。初めて手に入れたかも。あれ意外とペラッチョい。ちょっとま、本当にペライな。あー、こんなになんかピグアみたいな感じだったんだ。頭小さいからマジで食玩みたいに見える。あー、ごめんなさい、綺麗ってことです。パーティーマジでどうしよう。一緒に鍋かき混ぜてー。その後鍋が爆発して初太になって弟子として育てられて、いつの間にか身長抜いてお姫様抱っこして顔真っ赤にさせてー。かわいいね。ムピーって声の子、体伸びちゃったよ。この段階ですごいハラハラしてた。エリデカかわいいね。久しぶりだなー、おい。なんか不思議なデザインですよね。ぶったった。ぶったったね。たまらんよな、ゴリラタイプ。ピリシー、カーです。これこれ、この大陸。カーって、この子入れましょう。待てよ。うん。あ、かっこいいわ、断然。こっちの方が好き。これどう変わりました？腕伸びたっていうか下げた。あ、それだ。アニメっぽいゆとりが出たわ。全然こっちの方が色気もあってかっこいい。カンチ。めちゃくちゃ様子ですよね。いいねよ、猿。入れましょう。パーティーも得すぎだろって。よーし、とりあえず捕まえた分はみんな。みんなお池ですね。いや、寝方マジ性格出るな。豪快だな。意外と小さめなんだな、エンペルト。大きかった。緑も味わっとこ。全体的にでけえ。いや、さタイプってたまらんものがあるよな。もう全体的に怪しいもん。なんすか全体的に怪しいって。喋りかけるたびにもう一回遊べるドンしてくれるのいいですね。てしまうってむっぱーキューあの子の胸のとこのフード紐引っ張ったら顔キュッてなるんですかね。どうしてそんなことを。あ、羽生えてるのに落ちませんでした。いや、気のせいじゃないかな。なんだこのニラニラ可愛い。すっげ知らなかった、そんな可愛いやつ。帰ってきた。さすが翼持ち。大岩山もほら楽しそう。おっおい、落ちる。は、落ちるとこで飛ぶとは思わにゃん。よっしゃ、めちゃくちゃに毛をむしりに来たぞ。シュラリザードなのかとは思わないかと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 思
私が知ってること全然違う顔なんだけど、かわいいなお前。確か前頭以外はこの緩い感じだったかと。うお違う、これはみんなこぞって欲しがるはずだ。毛は読んだもの。あ、意外と大きいのね、インペルト。肯定感、あぁ、叩かれた。おっしゃすぐりよ、見ろ。うわまたガラッと。初めて会った時のことを思い出させる。ねえすぐり。うわ初めて会った時にさ、おどおどしながら、でも楽しそうにポケモン勝負してくれて、私嬉しかったなぁ。すぐり、うんふすぐりや、一生の思い出待ったなし、責任取れ。押し売りやめろ。アボツンしちゃう。やめてって言われたらやめます。でもその後袖掴んでもっかいだけって上目。あの、リンゴはめっちゃつ。おっ、行為できる男。優しいんだね。すぐりくんって、やったねばっちり好印象。うるさいわね。あーびっくりした。それ外せそのフィルター。だって。やめなさいやめなさい。いいか、すぐり。このまま逃げれると思うなよ。ゲーム？逃げる？無理だね。お前に私以外の彼女なんてできっこないよ。あんたもだいぶこじらせてるな。ねえ、すーぐちゃん。今はこのまま来ちゃったよ。お待たせしました。はい、うわ、あんたまた。すぐ、やけに静かなの。大丈夫かな？負けたことはあんなに取り乱してたのに。よしよいよ、出発できるね。ワクワクですね。すっごい行きたいのね、この人。レイユくん、すぐりくん、体調は大丈夫かな？私は、平気ですけど、すぐが不安ね。あの感じってやっぱテラパゴスってのにすごい興味津々。俺も大丈夫だよ。だいぶ落ち着いた。そっか、よかった。やるべきことわかった。だから、大丈夫。エリアゼロで、伝説のポケモン見つける。絶対見つけないと。ふんふん。あ、その生きがいをするぐりくん。あ、この人ダメそうだ。教師じゃなくて研究者になっちゃってるわ。はぁ、あ、白い空、深い穴、自然に食われた人工物、いつ崩れるかわからないくらいの岩場。いい朝迎えた言い方してますけど、あーた、おーい輝きの人走るなぁ。子供4人で来たって考えとこ。ここが、これこそが、夢にまで見たエリアゼロ。何よこれ、すっごい。わやじゃ、お前今方言出たな。聞いてたのかよ、絶対人の話聞かないで喋ってるのかと思ってました。少しは緩むタイミングというか、ワクワクする瞬間作ってこうぜ。ここすごいからドキドキすんぞ。すぐり的に色々こう伝説のポケモンってところに惹かれてますけど、まぁ、仲直りのいい口実とか見つけられるといいなぁ。すいません、うちのどんの実家なんです。とかどんだっけ、あんた姉でかいのよ。姉ちゃんの理不尽ギレスキ。調査のためにはどうやらテゼロラボよりさらに奥へ進まなければならないようだ。最奥部のより最奥部へ。どう行けばいいかわからんけど、まとりあえず本編の最終決戦の地、ゼロラボへ赴こう。久々に来たなぁ。バケツ層の色違い探しで走り回ったいい思い出が。あれほんとしんどかったぞ。あれ熱い。あー博士使ってた。そういえばこの子、すんげえかっこいいって思ってさ。いや見てよ、こいつマジでかっこよくない。前来た時にさっぱり見かけませんでしたね、そういえば。これ、なんか私の中で今、一つピースが埋まった気がする。あ、レイム3点に向けてこの子ありですか。見てよ、このディティールの深さ。バイクのシートみたいですね。羽の動き、顔のモニターよ。うわめっちゃは。ムチムチしてきた。風じゅろー。おやすみ。うわっすげえ。狙いポケコンいるとこいいですよね。前向きに検討。しかしマリオとのタイプとか役割かぶったりしますかね。ああ、マリオどうしよう。とりあえず進めるか。ねえ、怖い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 。いいだろ、時短だよ。いいよ、一緒。と、やべえ、迷った。何してんすか。ここ意外と同じ景色ばっかで研究所どこかわからなくなるわ。この正面の建造物は。これ違うねん、他のところなんだ。もうだから順番に道順で降りてった方が良かったのに。いやでももうこの辺でしょ。あーまあこの辺だったような、うん。あれ待って、なんかやべえの見えたんだけど。え、なんかいました？え？いやほらほらあれってさ。あれよらついてる方のドンちゃんだー。博士置いてったのかよ。めっちゃかっこいいよなドンちゃん。この鳩胸のしなりがたまらんものありますね。はいあとりゃ。はあ満足した。さて、うちのドンちゃんに強く当たってたみたいで。あ、ちょっかいかけに。カモン。全然容赦しないよ。君確かあれだよね。こんな感じだったよね。最近そんな感じですね。おーどうした？ボール越しでも牽制してる。マジで相性悪いんだな。で結局全然違う位置だった。たどり着いたぞ研究所最奥部。ここからさらに下へ行くためには何か必要みたい。パネルをいじいじしよう。なんかスパイみたい。わやかっこいい。ねかっこいいね。わやかっこいいね。なんでもない。なんでもないよな。なんでもないっすもんね。ブンフ、姉ちゃん。私姉ちゃんの笑顔のためなら土食うよ。ぬるりときもいよ。ゼロラボへの扉はパスワードが自動で変更されていた。おっとそういえばおもだかさんからいただいた青のディスクを受け取っていたんだった。こちらで開くかな。開いた開いた。こんなものあるんだな。おもだかさんが関係者から受け取ってたのかな。久々にここ来たわ。さすがに誰も入ってないから様子は変わってないか。なんすか。ねえ、暗すぎよ。頭ぶつけたんだけど。暗いとこにどうやって後先考えずに走るからだよ。すぐ、あんた、ちょっと元気出た？うるさいな。まあまあ焦らずね。新しいことに触れるのはいいことよ。あっちでめっちゃ物色してるわ。この人教えるより教わる人だよ。誰かの写真とかあったしじっくり見ちゃダメでしょ。ペパーの写真だ。ふーん倫理的じゃん。意外と冷静に客観視はできてることが確認できて嬉しいよね。気持ちわかります。姉のよしみね。そこから下の階層行けるよ。先生エレベーター下行けそう。下とね。応援の方ですか。ツンとこ降りていく。エッコー期待に膨らむ中どうやら目的地が以前と違うことに気がつき、なんだか不安っすね。すんごい楽しそうですね先生。これ知らないんだけど。うーわ、地下こんなことになってたの。手つかずもいいところね。これ最下層なのかな。明らかにテラパゴスここですって感じよ。先生何その動き。気持ちぶち上がっちゃってんだ。これ何。ガチデスクが落ちてるんですが。これ研究所だったところ後から結晶大爆発パターンかな。オーリム博士のレポートだ。要約すると奥にテラパゴスがいて結晶体になって寝てるって。テラパゴスの影響かテラスタル現象に変化が起きて全タイプを宿したステラなるものがある。ステラ。この資料だけでもだいぶいろいろね。伝説のポケモンテラパゴス。ゼロの思考。早く奥行こうよ。すぐりお前。エッキエッキ強くなりたいですよね。しかしステラか。相変わらず言葉遊びうまいな。テラスがテラス、ステラが輝くでしたっけ。星とかまあそんな感じ。受動的か能動的かってとこか。誰かに促されて照らされて輝くテラスタルと自ら輝いてるステラって捉え方なんすかね。
ね。これは地方を調査中に転移、気温湿度から察するに文献で読んだ東方の地だ。硫黄の匂い、高い場所、池の付近にて出会った子供から白い本を。マジでわからんのです。北上のどっかで白い本。白い本って博士が誰かから何かを受け取ってた、ちゃんと回収される要素なのかな。いえーすごい、もう全然違うことやってら。すんげえ場所だな。ちょっと待ってよ、これ活用するんやんか。あ、それいけますか。ダメか。正気じゃねっすよ。行く先には花のような結晶、壊して進もうか。いやいや危ないよ、さすがに何が起きるかわからない。あ、なんだか怪しいとこにそれっぽいポケモン。まっさかあれの仕業ですか。倒せばいいのか。まあ考えすぎずやっちゃいましょう。あり、なんか違った。うお、きれい。マジで全タイプ。これって逆転とかどうなるの。ちょっと強いのかしら。ステラー、もう絶対やると思ったよ。タイプステラが現れた。すべてのタイプを司るこの形態は特に弱点を補うものではなく、すべての技の威力を一撃のみ上昇させるというもののようだ。各タイプのテラスタルカはテラスタルジの対応タイプの技一つの威力を上げる。ステラカは技すべての威力を一回上げる。その中でも自分とタイプ一致している技の威力は上昇幅が大きいという仕様のようだ。たくさんのタイプの技を揃えていろんな角度から攻め込む戦法がベターかもな。先生危なっかしくて目が離せない。私も見る。服が濡れちゃうから水辺の探索は任せたわよ。ええー、まあうちどんちゃんいるからいいですけど。おおすっぽい。わ、綺麗。なんか伝説系のイベントありそうじゃない。ここでいきなり未開のレアポケ出現とかありえるよ。塩だ。塩だったわね。あ、わかった。これもリジオとかの意味でしょ。かっこじつけでは。いやでもこのクソデカ結晶樹木像、これでイベントなしとか。ほら次、すぐの番ゼイム呼びなさいよ。俺が言ったって嬉しくないでしょ。いいから早くゼイム。静かに、すぐに聞こえてくるぜ。おお、先進めるよ。頭の中全然聞き取れてないじゃない。こんな意味深なさ、オブジェクト。なあ、これ絶対意味あるよな。絶対なんもねっすよ。でも森塩あったしさ。なんなん森塩で、魚児音のこと森塩っていうのはあんたくらいですよ。なんかゴーストポケモン封印されてるんちゃう。こんな意味深な。もう行きましょうよ。ほらすぐ、なんか言うことあるんでしょ。いや別に。マリサに頼りっぱなしだなって思っただけ。先、行かないと。マリサさんパートボイスだけでなんとかしようとしないで。素直じゃないわね。あんたなんでもだな。言っとくけど、あんたがいない間私たちも戦ってんだからね。そうなんですか。おかげで私もポケモンたちもボロボロ。もうやばそちゃしか戦えないから、何かあったら助けなさいよ。任せろ。最オーブ手前でみんなのテラスタルオーブが反応し始めた。選ばれし子供たちの紋章みたいだね。ゼロの地方と行きまく特別になりたいすぐり。真実を知りたいブライア先生。我々はラスボス前にゆっくり歩いちゃうくらい余裕感出しながら行こうね。うわすって真っ黒床。見てほらクロマキーで抜いて後ろに洗濯機移せる。なぜ洗濯機を。何ここ。完全にそういう場所ですね。ゼロの地方、どこだ。すぐりくんあれだ。奥の柱に何かある。この石が、地方。あ、ちょっと。それだよね。確認するので待ちたまえ。またないよね、待つわけないよね。ゼロの地方さえ手に入れれば。すぐりちょっと待って。今度こそね、言いなかれる。そんなすぐに拭えるものではないですよね、このコンプレックスは。すぐ、あんたまだそんなこと言ってんの。すぐりーん。姉ちゃんは黙ってて、俺は。霊夢が羨ましい。ポケモン強くて、どこへでも行けて、誰とでも仲良くできて、俺がずっと好きだったオガボンにも認められて。すぐも頑張ったけ。姉ちゃんだって、最初意地悪してたくせに、すぐマリサのこと好きだし。それは、俺には。何もないよ。血が滲む努力しても無駄だった。叶わなかった。俺にはもうこれしか。やはりその結晶しか考えられない。さあすぐりくん、ゼロの地方を引っこ抜くんだ。私どうすればいいかな。彼のやりたいようにやらないのが一番かと、でもそうでもしないとこれは。ぶっちぎれたよ。これがポケモン。ポケモン間違いない。その結晶こそがテラパゴスだ。これ休眠形態みたいですが。おお、うお、眩しい。結構破滅的な力持ってたらどうしましょう。責任取ります。爆発しませんか。あ、すごい、こうやって形成されてくのね。これが浦島の神ちゃん。キャワヨですぞ。うわ、希望に生きためをしている。もう眠う、すいませんね、おきかけにえげつない修羅場で。オガポヨもそうですけど、みんなきらめいていますね。あ、ちょっと待ってね、これもしかしてさ。なぁ。向こうに行ってくれー。そんなー。あ？ん？こっちだ。あー。マスターボール、チャンピオン景品じゃないですか。いいぞ、捕まえちゃって。あー、なんかすごい複雑なんだけど、なんだこれー。ね、取られ的なものなんですかね。いや、めいてくれー。今のがテラパゴス？捕まえたんだよね。あんたちょっと何ちゅう顔してんのよ。目の前で目が合ってて、来て欲しくはなかったんだけど来てくれたのは嬉しくて。これで伝説クラスのポケモンがすぐりのってことで。その力をどうするんですか。これでいつでもテラパゴスを研究できるな。一番やべえでしょこの人。あ、やっぱり今ここでテラパゴスの力見せてもらうことは可能だろうか。いやーすがすがしいわ。本当にテラパゴスのことしか考えてない。だってさ、霊夢に劇場準備ができたら始めよう。やめなさい、あんた本当に。やるのね、そのテラパゴスってのでやるのね。お前が目の前であれしたんだからな。うわ、聞けよ。テラパゴスこっち来たと来るなーって言ってたじゃない。でもなんかそのなんか気が変わっちゃったってか。本当に戦うんだな、オラ。ちゃんと物にできますかね。どう来るかわからないから油断できない。彼の望む形で答えてくれ。
せますかねー。いけテラパゴス、マリサに力見せてやれ。んのー、戦闘形態テラスチェンジってんですって。わーすっげータイプの柄だ。これがゼロの秘宝の真の姿。これなら勝てる。これって勝手に水タイプとか思ってるけど、もしかして変わった？なんだーおい、相性を歪める。今一つ見て受けるんじゃないんですか。一回だけだよな、さすがに。もともと勝手に水かエスパーって思い込んでるんだが、どうなんだろう。やめてくれよ。普通にちゃんと痛い攻撃してきます。ドークドクー、正々堂々当たったれよ。相性を歪めるとは、縦に折るタイプじゃないわね。力で押し通る。こんな時にまで急所、どんだけ主人公なんだべ。主人公じゃー。ほらーもっと激化してきなさいよ。血のにじむ努力もしてきたんだろう。テラパゴスの力はこんなものでは、何かの運転が足りていない。力と勝利優化だけにこだれすぎなんだよ。あんたー抜群あったわ。そうなるタイプなのね。接客点なんてあるの？ゼロの秘宝なのに。もう気がつきますかね。自分が主人公みたいになりたいって言ってる悲劇のヒロインってこと。何度でも恋をその度分からせてやる。なんでテラパゴスさえゼロの秘宝さえあれば強くなれるんじゃないの。すぐボーイ、マリサに勝てるんじゃないの。すぐ、いい加減もうやめ。やはりおかしい。テラスタのエネルギーの出力が低すぎる。バイオレットブックに書かれていた姿と違いすぎるのも気にかかる。テラパゴスはゼロの秘宝じゃないってこと。そうか、テラパゴスはテラスタのエネルギーそのもの。クルリ君今すぐテラパゴスをテラスタルしたまえ。うわ大変だ、まともなストッパーがいないで。もう新車が二人。マジでやるんだな。もうこの子にはこれしかない。これ大丈夫かね。ダメな気しかしないけど、まあ、一回いつものことか。割り切り方がなんか悲しいわ。でーってー、あれ思ったよりでっかくない？でかいでーす。やはりテラパゴスが完全に目覚めた姿。これこそがゼロの秘宝。舞台俳優かなんかだったんすかこの人。痛々しいほどの自己陶酔よ。うっわすっげ、ウェディングケーキ。ちょっこし乗ってる亀さん可愛いね。ヒュー取る場合ちゃうね。おはー、照らしすぎだわ、眩しいわ。なんかくっこ、あともうすぐ見ていい。ドーンドーン。アップね、間に合った。ナイスプレイでは。今のでプラチナメダルじゃなかったらな。いやー、でっかくなりすぎですわ。やばいよ、すぐボールに戻した方がいいって。うん、戻れテラパゴス。おーオッケー。え、これもしや、あらあらー、ついに超えたか陣地。おーノーアイツ人を失礼したぞ。うーひーよひー、戻らない。どうし、もう人と心を通わせるものではなくなったわ。ねえねえ、かっこよくないですか。うん、やばお生物、こいつはわかりやすくやりましょう。止めなきゃだわいな。めっちゃくちゃ綺麗。アスネーちゃんどうも。あんな怪しい生物野放しにはできないで。マジか、ここ敵刺さりますか。エネルギーが暴走している。このままでは危険だ。すまないみんな、テラパゴスを止めるの。あんた一番変ですからね。まあ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 、ねえすぐも早くテラパゴスなんとかしないと。こんなはずじゃ、違う、俺のせいでこんなことに。まるいはこの子やること全部裏目に。とりあえず守ってみるか。テラクラスター全体攻撃みたい。結構雑に使用性でしょうか。姉貴をちゃぶっかけたれ。あうテラレイドの時のやつ。じゃとりあえず攻撃して力貯めるか。いいって。すいません、さすがに薬使わせて。うわー、ベリオか。やばそちゃやられちゃった。何これ強すぎなのよ。これで溜まったわ。今が君たち、テラスタルで反撃が。よう引き取れたな、あんた。これなら通るだろ。この人より通るね。さすがに一回じゃなんともか。うわぁ、なんだこんなにしたそうなエフェクトが。吸収。キラー剥がされたわ。強い輝きの前に他の輝きも霞むってこと。太ももの残ったら泥棒。次はなんだよ。雰囲気が変わった。タイプが変わったらしい。あれほどのバリアをまた、エネルギーを吸収し再展開したのか。すぐ、あんたも戦いなさい。マリサだけ頑張ってるじゃん。おーい。無理だ。俺なんて言うて、出てこない。ちゃんと火をかき上げたマネギ。前を向けー。戻ってきたんだろ。強くなったんだろ。手をそらすなー。階級やられちゃったー。手をそらすなー。大火よー。今がマリサ君、再びテラスタルで輝けるよ。輝けるけどよ。死んだねーで。ちょっとカメさんの火力が無視できないですね。まあ、た取られた。地味には進んでるが、バーチがまずいな。またもやエネルギーを吸収した。そういう何度も可能とは思えない。すぐ、メイラー大変。ねえ、あんたも頑張んなきゃ。大変だー。でも、ダメだ。俺は、俺なんか。大変だー。早っ、すぐにそうよ、なんだそうな。その強さすべて受け入れますよ。ならべー。遅いわバカタレー。マッパー当てた。彼に必要なもの揃いましたよ。もうなんかすごい頑張れー。ならべー、行くぞ。尻拭い始めるよ。これならなんとか畳みかけれるかもだぜ。メイラ、俺も戦う。もうほんと遅いのよ。二人で全部なんとかしなさい。了解しました。私に恋しなさい。私に恋したのね。私に恋してたのね。私に恋してたのね。素振りからのエール感じる。なんか不純なのよ。うわ張り切ってる。ちょっとそんなピンポイントに水の幅をしなくていいじゃん。鬼火でやけど、うまく決まらないって。わーあったー。普通に技水タイプなんだね。亀だもんね。普通に全体攻撃のこれが厄介ね。威力も微妙に高いの困るんだが、仕方ないテラスタルを次に回ったね。一旦ここは回しましょう。ちゃんとこの手のボスで強いの困ります。そりゃそうだ、DLC よ。ようやく吹っ切れたな。あの子がようやく決めた強さのあり方の序章ですよ。個人的には修羅道でもいいと思ったんですけど、ご自身で決めたことなら。敵を押し付けるな。3枚目。叩き割れー。心火。よし、これなら押し込めるぞ。でこビーム、なえたな。エネルギーの吸収やバリア再展開は不可能のようだね。こいつだよ。私が許可するわ。やっちゃえ、あんたたち。おまかし、いい思い出になったね。とつぶりくん、ここから大変かもだけど、彼は大き
に一歩踏み出せそうかも。カメホラー、カメなんで切れてんすか。めちゃくちゃ強かったから。戻りそう、戻ったー。素振り、今ならボールに入るかも。今だいけ、俺じゃない、霊夢が捕まえて。やーす、男になっちゃって、お言葉見甘え回す。いいんだな、素振り。やだ、ちょっと完全に割り切れちゃった、すごい。そう、素振りいいじゃないですか。友として隣にいてやれてよかった。今のが一番なんかうるっときたぞ、ちっちょさ。ギャオーコッパー、終わったの？やっといろいろと終わりましたよ。みんな無事かい？おーい大人、ダメだぞ子供の前で。珍しい正論言ってるこの人。私のせいでみんなを危険な目に遭わせてしまったね。本当に申し訳なく思うよ。それは本当にそう。メタルマンにもなるわそりゃ。先生いらっしゃるバカなんだからもっと大人として自覚しなさい。おっしゃる通りだエモンよ。返す言葉もないよ。俺も良くなかった。ずっと、マリサに憧れてて。なーに？もっかい。エオだ？ずっと、マリサみたいになりたくて焦ってたんだ。お前よくちゃんと言語化したな。偉いっすわ。でもやっぱり、俺には、無理だ。スペシャルだったろ。私他人にはなれないもんなのさ。はあ、すごい成長よ。やっと諦められる。かっこよかったわ。よかった。諦めんなよ。そんなことねえぞ。そんなことねえってのもなんかおかしいかもだけど、実際お前めちゃくちゃ強くなった。それでいいだろ。そんなこと。うわあ。ああごめん。いやそうじゃないでしょ。あの本当にバカな弟なんだから。やっと素直になれたじゃん。あよかったよ本当。うわあ。うるさいなお前。やっと帰ってくれたわ。桃高さんに連絡、いや出版社が先か。たくましい、先に報告したら情報止められるしな。メイヤ。どうした恋したか。私今汗臭いよ。俺、リーグ部のみんなとか、迷惑かけた人に、ちゃんと謝りたい。霊夢にも、マリサにも、ごめん。うん？その次は？だから、また、その、やり直したくて。新しい関係の始まりだわ。光に照らされますね。ゼロから、また。俺と、ダブルミーニングだわい。友達に、なってくれる？心より、私美人じゃない。餅のロンロン牧場。おーい。あんたたち置いてくよー。こっちでも青春やったじゃないですか。これにて一安心って言える終わり方のものを久々に体験できた。今度一緒にダンジョン飯見よ。休日の過ごし方を。やばい溶けそう。もうマジでちゃんと終われてよかった。きっと彼にとっての永遠の思い出になるわ。強くなられた。うわあ。あらそうだ、取ったお祭りの時のあの時かわいい。素振りの笑顔まぶしすぎる。私のが顔暗くなってない？ニャピー。うわあ、でもちょい髪型変えときゃよかったよ。すっぷりまたにヘラ笑い顔できてよかった。高等室データの呼び出しです。グレープアカデミーよりお越しのマリサさん、ブライア先生から連絡です。駅の4教室へいらしてください。エラスさんに関する大事なお話があるそうです。バック連で。そっすね。って言い訳ないだろ。ブライア先生が資料をまとめて執筆して本にしたぞ。ゼロの地方という本だそうだ。大空洞にて純粋なテラスタルの影響を受けたからか、リチャージなしでテラスタルが使えるようになったぞ。ドームのコアに結晶ぶち込んだらなんと退屈テラ持ちのポケモンが出現するようになったぞ。ほんでそのままネリネちゃんに会いに行くとすぐりの調子が戻ったことに喜び、飛行の弾薬をたくさん作ったらしい。飛ぶたびに食べようね。無理だね、運送いうのは我慢できないタイプだもんね。アラスさん、常時飛行できるようになったぞ。やった。スパイス料理見て力を取り戻す感覚に近いようだ。部室にて校長がお話あるみたいだ。 BP を使って特別講師なるものを呼べるようになったぞ。ジムリーダーたちを呼べるようになったぞ。交換や勝負などいろんなだるがらみができるよ。待ってましたよ、最大強化。やることやったら真っ先にこれだよ。うわあっつわー、最終段階の回せるのかい。行こうぜマスタークラスへ。ジム部室での対面は初ですね。アラスです。アギャスさんはその後変わりなく。あ、じゃあめっちゃ元気。素振り守ったの。触る？鱗。それはよかった。あの弾薬をあれほど大量に食べたので気がかりでした。あら頑丈だしバブルから大丈夫。何が？霊夢さんも帰りなさい。素振り君たちと言ってた校外活動はどうでした？余裕っちー。霊夢さんがいればちょちょいのちょいですかね。ちょちょいのパーじゃ。パルデア地方の大きな穴で調査をされてたんですよね。留学してすぐパルデアまですぐ戻らせるのちょっとひどくないですか？まあ言われてみれば確かに。ですよ。そういうの良くないと思います。夫婦学生さんって感じ。オスチャンピオン、ブルベリーブお疲れさんだったな。出たよ年上少年。チャンピオンが変わったおかげで張り詰めていた空気がやわ濃くなった。スバッサン的にはすぐりとも楽しくやりたかったんだけどもよ。6割嘘。思い描いたようにはなかなかうまくいかないね。まっといつか。さすが現チャンピオン、いいこと言うぜ。兄弟のこと利用したみてえになっちまったな。そんなつもりはなかったんだけどよ。おいらもちいとマジになっちまった。それについては改めてまた割り入れさせてくれ。コンプレックスのこじらせもここまで来ると裏で何あったか気になるわ。彼なりにまあ居心地を大事にするタイプなのね。挫折しないとこの擦れ方しないしなんかね。あったんでしょうや。もしもや。何ですか。先ほど捕まえたテラパボスをテラス池に連れて行くとちょっと大切なイベントが起きるので確認して
欲しい。あっ、池に連れてくのね。やっと来ますか。それが終わったらお前らに届いてる贈り物を渡す。贈り物？まあ後々。いや、もしかしてあなたが噂の人だね。パルデアから留学中のマリサさん。そうでしょう。僕は親父に味とか姉頑張っている学生さんが好きでね、はい、特にブルレクを頑張っている人にご褒美のおやつを差し上げているんだよ。おやつはポケモンの好みに合わせて手作りした特別品。持っているとどこかですごいポケモンに会えるかもしれないよ。すいません、謝っちゃったよ。いや、怖えよ。やつ親父って自分で言って笑ってる人。しかしマリサさんか、はい、マリサさんといえばいろんなところでいろんなことしてるよね。でもとっても珍しくてめったに会えないんだよ。マリサさんといえば僕が若い頃にね、やつとも良い子で林の中で霧に包まれてしまったんだ。小山行ったなと思ってた矢先に不思議な四角い帽子をかぶった青白い髪の子に出くわしたんだ。その子も本当にたまたまそこにいたらしく竹林のような場所から出てきたから狼かと思ってしまい、申し訳ない話を腰を抜かしてしまったよ。その子が言うにはどうやら事故で私はここに迷い込んでしまったらしい。自分のことを上白沢と名乗ってくれた。そして順を踏まないと戻れないからと言われついていくと、急に目玉に囲まれたと思ったら元いた山道に戻っていたんだ。あれは何だったんだろうね。上白沢さんに会えたらよろしく言っておいてね。何してんのこの親父マジで。非常に引きがいいらしいです。この亀ちゃんがいればいいんですよね。イベントがあると、てかデスクに書いてあったメモよ。あるって何があるんだろうか。亀さんいなきゃダメなこととは。やだちょっと木が出てき始めましてよ。こんな木木にしてどうするんですか。ああ、あれちょちょっと。パパは。あら、あれ、よし。ひとなんで。ここは一体、軸を超越してる。君は。ああ、玉手箱したってこと。あれ面識ないんだったわ。浦島してきたのね。だから亀必要なのか。どこかで会っていたかな。あいにく僕の記憶にはないが。AI を搭載したロボット。ふむ。もしそんなものが実用化されれば便利そうだ。私はオリム。エリアゼロにてポケモンの研究をしているものだ。僕は普通。エリアゼロにてポケモンの研究をしているものだ。あ、元や。あららす。このポケモンは、まさか、鉄のオロチ。いいですね。あんただったか、そのネーミングセンス。このポケモンはまさか、翼の食いしん坊主です。へい、こんな形で再会。テラス池が霧に包まれたと思ったら開けてびっくり博士がいた。何らかの奇跡が起きて時空を超えてしまったらしい。ちょっと情報交換しましょうか、プリーズ。ねえ、残された時間そんなないかもって言ってんのに、なあ、何やってんすか。ペパー連れてくの無理だから写真撮ってる。会ってくれよ。時間ねえんですって。時空を超えて博士が現れた。手短にいろいろなことを聞かなければ、博士はどうやらラボでデータ分析しているところ急にここに来てしまったらしい。どんな研究してたの。異なる時間軸で捕まえたポケモンを現代に連れてくる夢のような装置の開発中だったようだ。家族はいるの。子供が一人家にいるそうだ。我々の知ってる博士で間違いなさそうだが、逆にこの場所のことを問われ、この場所が北上にある照らしたるエネルギーを強く含んだ水が出る場所だということ、ドンちゃんのことを見て博士の持つパラドックス理論に近い存在であることを、これらを確認しプレイヤーがキラキラさせてたでかい白い本を見つける。タイトルはゼロの秘宝。ちょっと見せてくれないか。はい、本渡してみせなさいよ。その場で開かないで。だって見せろって言うから。本を見せたぞ。すっごい見せた。博士が研究しようとしていたことがここに集約されている。現代で起きたことはまさに答え合わせのような鮮明さがあり、非常に魅力的に映った。いやーべー、時間が来そうだ。このゼロの秘宝、博士の手助けにならないだろうか。僕としても悩ましいが、その本をバイオレットブックと交換というのはどうだろうか。渡してくださいよ。そう言わずに頼む。でもこれ渡したらペパーの指針なくなる。あ、やべ。でもこれ時系列とかどうなるんだろう。アッタイムパラドックスってそもそもこういうこと。あれ、まあとりあえずどうぞ。普通の名前付きの本、そもそもこの博士は別世界なんだよな。これいいよ。歩く得意健康やめなさい。あんたしまった。おい、こうなるとどうなる。世界が分岐した。どこの時系列の博士かによるわ。研究に悩んで家族関係の崩壊前なら、ゼロの秘宝が研究のヒントになってペパーと少し向き合う時間ができる世界になるんじゃないかしら。ああ、そういうこと。感謝するよ。久しぶりに家に帰って読書するのも悪くない。こんな藤子不二雄の SF みたいな話なの。時空を超えて愛し翼の王と冒険者よ。時空を超えて愛し鉄のオロチと冒険者よ。ボンボヤージュ。へいはい。良い旅をです。ね、これ私大丈夫？ペパー徐々に透明になって消えてったりしない？もういるから大丈夫かと。そもそも世界線が違うんだし。これそもそも私ら冒険したことなくなったりしない？え？タイムマシンの指導キーがなくなるってことだよな。タイムマシンで未来を変えたら過去も変わる系のタイムトラベルだったら。まあ、そこまで考えてないっしょ。そうだよね、今へか。すいません、タイトル戻されたんですけど。画面ちょっと変わってませんか？一区切りして違う世界が生まれたってことかしら？いいよな、平行世界とか、パラドックスって、話作りやすくてさ。いいじゃないの、別に、創作ではよくあるわよ。おい、霊夢の言葉じゃないな、これ。しまった、バレた。そうなの？悲しいね。愛されたいだけなのにね。いや、そろそろ起きて。美味しそうな匂いでも嗅いだらきっと、元気になって、また動けるよ。今度は鬼の犬間に。でまだなんかあるんだろ。贈り物がどうこうってケイネさん言ってましたよ。うん、親広告？広告？何これ？私何もしてませんよ。ちょっと邪魔な位置ですよこれ。消えないんですけど。なんでー、さとりさんスパム踏みましたか？私何もしてない。なんか今すごいこと言わなかった。お中元だー。贈り物これですか？勝手に謎の名産品を。勝手にって怖くない？うわ、すっごい甘い匂いする。これすんごいいいやつじゃない？うわ、ほんとだ。あんま匂いあって食べるのなんか恐れ多いわ。幻お尻。お尻だね、食べちゃおうか。校長、食べ物を食べようとしたら違うとね。ここなんですって。桃あったよね。桃えっとしたん。桃送ってきたの誰？不思議な贈り物にあった。いや、不思議な贈り物として送ったの誰かなって。不思議なんだしま。心当たりしかね。これどこにどうあるんだ？商品とかじゃない？多分それでは、そこの置物。あ、これか。あったわ、そういえばこれ。ホコリかぶってる。これ何？芳香剤？なんかすごい匂いする。甘い感じ。はい、かわいい。お、動かなかった？いや、わかんなかった。
絶対校長でしょこれ電話。霊夢、今日ペパーだぜ。あ、ペパー声変わりした？ペパーから電話だ。ペパーからこれデートだぞデート。受けましょう。うち狂ってよ。モテなそうぜ。家でいい。待ってね、一旦待ってね。あのうちロフトクソ広いから親もいるもんね。よく横の浮気者。あれ？ない。なにこの動画。弱っどうなるんだろう。容姿じゃ。容姿じゃねえわ、ガチャ強だよ。ねえ、残念でした、王女隊でした。霊夢だ、おーい、久しぶりだね、もちゃそう。えへ、しちゃった。みんないる方が楽しいしいいか。霊夢すまん、遊び行く電話してたのこいつらに聞かれちまって。いや、ペパーだってオタク訪問とかありえんし。みんな一緒の方が楽しいよ。同じこと言っちゃった。でもあんま大勢で押しかけても迷惑だろ。ビビるぜ、うち。私の部屋多分4人がバッと足広げて四隅に座っても距離感感じるよ。霊夢がいいならいいけどよ。いいかお前ら、くれぐれも霊夢のご家族に迷惑かけんなよ。はい。誰目線かわからんけどいいよ。お邪魔します。いえヒット、ごちそうまでいただいちゃった。おやつもいただきませんか。ペパーだこうお母様にこう。最高やな。とどうやら手紙が来てるらしい。差出人はすぐりって人知ってる？知らないよ。あらそうなの？とりあえず渡しておくわね。いやなんか親から恥ずかしくて。霊夢、元気にしていますか？俺は学園をお休みして水浴タウンに戻っています。あ、途中から本人の声になる演出だ。一緒に姉ちゃんも帰省しています。それでよかったの？イメージは大空洞からあんまり会えていないからもう一度霊夢に会いたいです。よかったらパルデアのお友達も一緒に一度北上の里に来ませんか？チケットを何枚か入れておきます。姉ちゃんも楽しみに待ってます。会いたいっておいひ。そいつ誰だよ、友達なのか？はあ、いや待っちょっとね。ちょっとってなんだよ。まあいいけど。よくないや、楽しそうで。すぐりから友達も一緒に北上来ないかとのお誘いが。こらえ、食ってねー。この辺の細かい会話、みんなの個性が出てていいわよね。ぜひ君のムブクスコムブエミロー。それでは皆さんで行きますか。いやー、しかしみんな元気でよかったよかった。どうすいませんでした。聞いたねー。マリサお菓子何持ってきた？味かぶ酔いワッキー。え、味かぶ酔いワッキー。マジであるんだってこれ。だから友達とだってもう大丈夫だかし心配とかいらんから。いやだ、母じゃなくてカホボーさん。シャクちゃん元気？おたパパの許可取れたのか？うん。でも親父成分取りすぎた。取りすぎてもいいやつだぜ、それ。あうん。ああ。そうかもね。ペアパー、これこの間取ったやつね。しまえしまえしまえ。皆さん準備もよろしいようなので出発しましょう。着いたぞらー。飛行機にバスに疲れたね。林間学校の時と同じように公民館使っていいでさ。あ、そういえばすぐり携帯持ってないわ。お前のガチにふさわしいのが誰かはっきりしとかねえとな。独占欲、すぐりくんお家にいるのかな？早くや、会いたいねー。バーサーか。やっぱここ電波弱い。スマホと精神が不安定になる。現代っ子、これこれ、こういうの待ってたよ。意外とありませんでしたね、全員集合。今思ったんですけど、その服どこで？柿つばたからもらった。靴は？ライムさんからもらった。今の格好一番好きかも。すっぷり。マリサ久しぶり。髪型そのまんまなんだな。ちょっと俺の家バタバタしてて、ごめん迎え行けなくて。何かあったんすか？会えただけで嬉しい。会えただけで嬉しい。うるさいですね。にへへ？うん、にへへ。やめてくれよ。好きね、それ。まあ、高みもメイクも変えてる。こういうの大事だから、みんな見て、地元のクマ。ペパー胸毛に埋まってるわよ。お邪魔しまーす。パルデア組とすぐりくんだー。てやー。じゃー。強いと噂の彼と戦いたいねもちゃん。中学に親近感湧くボタちゃん。プレイヤーの友達いいやつだろうとペパーくん。すぐりに友達できるのよかったね。俺感じ悪かったかも。ちょっと反省だな。まあまあ初めて会ったういういしい感じってことで。人見知りは人見知りを見抜く能力あるんよ、ね。うわかある。みんな見てほら、さすが田舎よこれ。屋根にクマいるわ。あんたデコパッチンどういうポジションにしたいのよ。さあてみんなでネモちゃんたちのとこ行きますか。ってなんだネモちゃんまだいたのか。これメモちゃんじゃねえ、そっくりだけど別物。いや別メモだ。大変だわ、敵地にエイリアンが。まさかこんなところにまで。メモちゃんとバトル終わってたわ。全力で当たってくる。まっすぐメモちゃんに何かすぐりの原点を思うところあるかも。いい刺激です。へへっかわいいね。あ、お姉ちゃんだ、お姉ちゃん来たよ。おわ誰だ、急に来たな姉ちゃん。姉ちゃん大丈夫なの？え、姉ちゃんカラコン入れた？キリキリー。姉ちゃん、なんでまずいですよ姉ちゃん、記憶にも記録にもなっちゃうん。ちょっと腕が正直すぎるわ。キリキリー、そうなの？どう聞こえて。すぐりくんのお姉ちゃん、勝負混じりたいのかな？そうなの？ごめんみんな姉ちゃん運ぶの手伝って。え、普通に怖くないですか？怖いわよこれは。お姉ちゃんについてあげなくて平気？うん、ヒルハジーちゃんとばあちゃんが見ててくれて、さっきは目を離した隙に。お姉ちゃん、めっちゃ荒ぶってたけど。いつもはあんなじゃないんだ。そうなの。霊夢たちと会えるの楽しみで気分が上がってるだけだと思うんだ。待て、すぐり待てよ。それは、そうなのか？うん。だからきっとキビキビ言って叫びながら変な踊り踊ってるだけで。ねえ、ちょっと弟が彼に言ったらマリサ。マリサに手紙送ってからすぐ、かな。次の朝起きたらなってて、原因は、わかんねえ。やっぱり変だよな。村の人が言うように、呪い、なのかも。おお、呪いなの。でもマジで霊的なんじゃねえの。何かの言い伝えなのだろうか。特にそういったものはなさそうだが、とりあえずみんなで協力してなんとかしよう。行動力ある人とネットに強い人、何でも倒しちゃう人かけるにに任せてくれ。とりあえずは歓迎会を催してくれるようなので公民館。くねくねとかの伝承みたいで怖いな。やめてくださいよ。とりあえず宇宙からの使者出しとくか。意味が。こらやめなさいあんた。ずっとこの状態ってやばいわよ。ハイグレ魔王みたいなのいるの？近しいもの感じるわ。とりあえず公民館にて一息。一体何が起きているのか。B 級パニック映画みたいになってきてワクワクしてきました。公民館に籠城する妄想しとくか。あれ、ネモなんか食べてきたん？ご自由にどうぞってお餅が一つだけ置いてあって。ねえ、すげえ嫌な予感なんすけど。テレビのリモコン探そうぜ。みんなでこういうことやるのなんかワキワキしちゃいますね。結構早めに見つけちゃった。みんなでネタ振りでなんか見たことないドラマのようなわからみようぜ。なんてやってるとネモちゃんが見当たらない。外に出ちゃったのか？探
探しに行こう。ネモちゃんだけいなくなることある。よく見えねえけど多分リンゴさ作ってるご近所さんだ。ねえ、もう手遅れだぞ。せっかくだしトモッコども使ってみようかな。そういえば一回もないわね。鬼最速に気なしでしょ。スキルチ特に育てたりしてないけど大丈夫。そうレベル高いしま。出たよ。飲酒村になっちゃってる。あのすいません、すいません。へ、しょうもねえ。私は先に帰らせてもらうからな。ラーグキビッキビ逃げていい。私が先です。キビよっしゃ、偉いことなってきたぜ。なんだなんだトレーナーなの。おうかおこ、ええー、ちゃんとトレーナーだ。マジで普通にトレーナー勝負はできるの。アクヨロゴン戻したんだね。すぐりあーあこれ、キビキビとりあえずやる。レベル等あってじいさんばあさんの腕がいい。とは言いつつもここは若さに物言わせましょうか。ファイティング気なしメンバーはーらー、もう言い下がれ。理不尽すぐりカバー頼むよ。ゲンマッカリナイスパンチ。いやこれは早急に原因探しましょう。はぁ、はぁ、びっくらこいた。あの人たちどうしたんだ。昨日まで普通だったのに。なんだこれ、何が起きてんだ。霊流のやってたやつがこう、異星人の間では流行ってるとかなのかね。これエイリアンがやってることなの。本当だ、これって姉ちゃんとそっくり。霊の演習村よ、今流行りの演習村よ。根付いてるもんに流行もクソもねえんだよ。こんな時にネモさんが行方不明なんて。めちゃくちゃいる、そこにいる。どこ行くねえ。牛蜜時に旦那に呼ばれ、危険詐欺の一気をぶっかけた後、すまきにして中を転がして、その勢いで祠を破壊するのよ。少なくともここの演習じゃねえ。はぁ、星にてらーさーれて、みーの奥が、いやいや、ハンズフリー。すぐりのじいちゃんばあちゃんが来ていた。霊流は家で疲れて寝ているらしい。どうやって治るかわからないため霊流の好きなものを買いに来た様子。とりあえず情報は得たので、お餅。お餅ですってお餅。いや今は餅とかいいから。おじい、ささん、餅、お餅だって、出て。ほら、もう終わりだよみんな。あとは村爆発して終わりです。おーおー、諦めんな。いきなりどうしたんだい。全く仕方ないの。大丈夫ですか、それ糸引いてませんか。本当に大丈夫ですか。じいちゃん、どうしたの。ねえこれすぐりの、トモッコ像破壊パンチの時のオーラでは。キビキビー。キビキビー。あ、そうだこれすぐりも。え、なんか鬼がどうとかのってことかこれ。もう一人の鬼。うわー。うわー。おしゃー。う、あー、じいちゃんとばあちゃんまでおかしくなっちまった。きっと次、俺だ。すぐり。次は俺がおかしくなっちまうんだ。すぐり。家族のあれとかじゃ多分ないから。大丈夫だよ。面倒見るから。ぐず、弱気になってた。ごめん、霊夢、ありがとな。その時、ペパーから電話が、まずいぞ何かあったに違いない。様子を見に行かなくては、無事か、無事だった。慌てたボタンちゃんが携帯に突撃かましてきただけだった。村の人たちもたくさんキビキビしているらしい。なんか丸っこいのもいるようだが、きっとこの異変の現象なのではないか。みんな上だ、上を見ろ、あれはなんだ。鳥だ、飛行機だ。いやあれは、何なの。見ろ、あそこだ。何ですか、これは、なんすか、マジで誰だ。あー、置物を、商店にあった。うちが見たやつ。ドロー。ほんとだ、あれは前匂いのやつ。いや、ポケモン、か。ちょっと待って、あれ。ああ、かわあ、え、なんか耳うるわして、やばあ、ダメに決まってんだよ。危ねえ、喉詰まらせる。デコが、食べなかった。食べちゃった。ちょっと美味しそうじゃないですか。お、一口よろしいか。これもちか。ほのかな甘みが。いける。それ、多分ダメなやつ。よ、なんだ、平安国にギリッペ出てるよ。あ、大丈夫二人とも。ごめん、やっぱりいいかな。なんてことするのよくですか。キビキビ。私こんなワンパクになりたくない。あらまあ、うん、どうしよう、あの子ね。なんてヤバいやつなんですか。なんかぎこくないかペパ。滑らかだな。 30fps と 60fps くらい違くない。キビキビ。個人差あるの。超ペパー、上半身勝手。キビキビ。あれペパーくんなんかちょっと照れてない。お前照れてんじゃん。こっちが辛いわ。あれボタンさんだけなんか激しくない。間違いないですね、これ一人で部屋で曲聴いてる時のオタクですわ。そんな個人差ある。変な餅、あいつが出してたんだ。見ろよ、あれはなんだ。ポケモンよ。もう桃太郎さんだ。キビ団子ってことね。キビキビ。あ、あいつ二人を盾に。とりあえず勝負だね。確かに可愛いかも。こんな公式同人みたいな感じだと思わなかったで。アンパンマーン。そうか、桃太郎か。あいつともっこのリーダー書くのか。すぐりもこれ一口いかれてたんですよね、きっと。多分そうだ。多分、え。何乗っ取られやすい家系なの。多分このご当地ももんで起きたんだろ太郎。その前まではなんか不完全で完全にすぐりのこと操りきれなかったか念力かなんかだべ。適当。でもそんな気がします。完全にオーガコンと同じ鬼だと思ってました。ともっこの伝承の右上くんね。こんなことに全く使うな。腕先からすぐりが止まらねえ。2体取ってますよ。味方だと頼もしい。3盾ってやつだ。負けてられませんよ。スータロか。ああ、うわ、お面してないとダメだよってそういうことか。何でしたっけ。面して口塞いでないと重き食わされて操られるってことでしょ。ああ、そういうことね。そう操ろうと思って操るなんてかなりまずいわよ。ここまでしっかり悪意向けてくるポケモンあんまりいないどころか初めて。え、個人差の個人の部分大きすぎない。すぐりの殺意が高くて結構助けられた。ペパーくんボタンさんごめんな。次はお前だ。大きい。待ってー。わあ、なんかなんだろう。洗脳はあまり、ちょっと。ほんとか？お前ほんとに言ってんか？あの子無邪気です。桃太郎。多分やりたいだけ。無邪気とも言い難いなんでしょう。はい。だよねー。何者？別れ。どうした急に。ネモチャそう。うぬこれって。ネモチャ洗脳されてないなら答えてー。キビキビー。そうだよねー。キビキビ勝負ー。血が残ってね。なんかちょっと意識残ってない。求めてるんだよ。
あよ、もうこの声なんであたがここに。ママそうだね、かいね。小石でしょ、桃送ってきたの。おい、急に小石もいなくなるし、ネモもやっぱやられてるし。どこ行ったんですか、小石ちゃん。桃太郎は恋されたいんだよ。あっか、ってどういうことですか。もっと欲しい、もっと欲しい。ママいいね、人のものもっと欲しい、愛して欲しい、恋して欲しい、強い味方も欲しい、あっちゅ、ちょっと待ってね。え、何？マリサ、アグリブした、すごい数の信者が集まってきている。小石いなくなったんだけど、霊夢さ、何ですか、すごい数の信者が集まってきている。そう、すごい数の信者なんで、ね、あいやー、小石、あの子は愛を求めた、これ言ったっけ？近いニュアンスは聞いた。あれ？あ、ちょっと待ってね、小石や、すぐ背中は任せたぞ。うん、わかった、任せて、ダバ村のみんなは俺が足止めする。あいつ何してるん？多分あの子。幼児名にあの桃太郎のこと説明してるからバタバタしてる。なんで今なの？多分もうちょっと落ち着いたタイミングあったよね、この後。なんで今言ったんだよ。かっこいいと思って。もうちょっと落ち着いたタイミングあるだろ。行くぞ、久々にネモちゃんとガチバトル。この子このままでも絶対強い。操られてます、本当に。水の修羅だ、強靭な精神だ。とはいえここまで来てかなりこちらも育っている。ガッチガチに勝ちに行くわよ。キビキビミノレー。気があるだろこれ。手持ち自体は最後に戦った時と一緒かな。キビキビー。あはは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 。制してる。あーん、パーンチ。いい、もらっちゃ、キビ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 ー。絶対強いはずよ、気をつけて。1対1でよかったー。これでダブルだったらまたすんごい時間かかってたよ。ん、あれこれ持ってないよね。あ、高みから出た子だ。今日一緒に来たのに。あ、え、まさか操られてる道中捕まえて育てて使い物にしたってこと。やばいよー、外生物ブック部長。そうだ、ネモちゃんの感性は私よりだった。それは気のせいです。どこで拾ってきた。あれ、高み来たことあったの。ずっともっこじゃ耐えられない。オガポヨ行くぞ。因縁の相手かもだぞ。ギギサファの時のバカ力のエフェクト好きすぎた画面の前のみんな、レジ系の必殺技だと思ってた人もみんな揃って高評価じゃあ。よっしゃーい、取っちゃった。それいけ。なんでこの子アンパンマンなの。あれ前も説明しなかったっけ。顔がやなせにあるなーって。来たな、切り札。ねえ、使えるの照らしたる。そらそうか、さすがすぎんな。タイプ変えてきやがった。アレクサじゃない、複合二つ目の方よ。修羅だ。木だな、その言い方。いやあ、こっち悪弱点じゃなくてよかったー。乗せられちゃったわね。とどまること知らねえわこの子。もうガチボコの殴り合いじゃい。痛えー、まだ、ずっと、勝負、キリ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 ー。この子に付き合ってやってない？ひえひえ、わったぜ、あやかい。こんなに技幅広いのね。強烈に攻撃高いわけじゃなくて助かったー。瓦割りとか飛んでくるかと思ったが。素早さ上げる技で堅実ですね。おまけシナリオだからってのもあるけど、今作みんなマジで強いぞ。キリキリ、どんどん、呼吸、よしもういないぞ。誰も守ってくれないぞらー。つぶりー、ちょっと耐えてろー、回復してくるから。危険だぞ。お姉さん、すいませんぜ。早しろ、キリサメー。わー、どうしよう、この子超好きピなんだけど。どういうところが。丸っこい小さい独善的で辛口にくすぶられるのってみんな好きでしょ。あ、はい。どうしようか、もう誰も守ってくれないよ。出ました。困ったねー。ま、やってくれたな。ここは、なんだろう、あの桃太郎。悪意とかじゃない、本当にやりたいように動いてるだけっぽい。太郎、おいでや。桃太郎っていうのね。あたし聞き、こっちは目玉の桃じゃ。あったおすず。桃太郎、名前かわいい。桃が悪いと悪と桃太郎でか。偉いキャワなの来たな。でもやってることだいぶ巨悪めいてるぞ。こいつが許すかな。あ、お兄様。そりゃそうですよ、因縁も因縁ですよ。ここで仇討ちする動画ぽよ。離婚残ることなく自分でやろう。ねー、あ、こらきた。みんなそうだわ。全部事情知った上でこいつを指先一つでダウンさせなきゃ、おがぽよが報われないだろ。知ることだけでいい。ずっともっこ、お気に上げ。初期畜生プレイ。この子もいろいろあったみたいね。まあ、知らないよ。後付けで出てきたヴィランの過去なんてつらつら言われても何もない。てかやばい、相手に手番回しすぎた。鬼様で止められる？物理かと思ったけどどうなんだ。聞いてる。ってこと旗をせんだあれ、けっぱれ。知らないわ、だった。うおー、二人で束縛されるー。てか相性悪い。おがぽよごめん。ねえ、妹よ。この子の黒い下だよ。小石。自分の居場所は欲しいだけないだろ。わかってるよ。じゃあしなきゃいけないよね。ほう。愛が欲しいんだものじゃあないわ。ほぼビーン。こうなるでしょう。おじゃあら、うん、もう持ちこたえられねえ。マリサ早く。なんか全然攻撃してこない。全然攻撃してこないぞ。うんがいいじゃないですか。あいつ動きが鈍くなった。未だボールに閉じ込めて。スピードを制したのは私だ。私が愛しましょう。へうへうへう。支配ポケモン。おー、すごいわかりやすく。鎖つけてるわ、ともっこ。おー、ほやっべー。おんも、ゴースト毒だったんですね。悪毒かと。本当に悪い奴はってなのランサ。3年可愛くなっちゃったー。見えるなーこれに。桃太郎を捕まえたらみんなの洗脳は解けた。これで一安心といったところだろうか。対象を毒に侵し支配下に送って純粋に悪い能力なのとっても良いね。地上に個人差があるが恐ろしい能力だ。ネモちゃんも戻ったし、姉ちゃん、今回の DLC の看板の姉ちゃん、帰省してからうつむきがちだった素振りを気にかけていて、ようやく今、顔上げてちゃんと目が合ったみたいだね。あー、いい意味で中身薄味で雑に楽しかった。見たいものだけたくさん見せてくれた感じのシナリオでしたねー。これくらいの緩い空気欲しかったんよ、みんなと遊びに来るやつー。あんたたち。レイチャー、そう、ずっといいキャラだった。もっといればいいのに、本当に帰っちゃうの？全然愛に来れるしすぐ来るから。うん、絶対だからね。姉ちゃん人の困り顔好きらしいやん。私姉ちゃんの困り顔大好物なんだ。あんた、
気を利かせてまた来るとか言いなさいよ。流星ごめん。レイム、ペパー、ボタン、ネモ、4人とも来てくれてありがとうな。こちらこそ案内ありがとうな。飯もうますぎちゃんだったぜ。お祭りも超楽しかった。ウィーブ4面も変えたし、にせへ、喜んでくれて嬉しい。なんかさ、楽しい時間ってあっという間だね。すぐりとゼイユとももっと勝負できたらよかったな。私もすぐもあんた20回以上付き合わされたわよ。仕方ないもの、勝負好きなんだし。ネモ被害者の開国に誕生、来てくれたのがみんなでよかった。すぐりのメンタルケア会まであってほんとよかった。こういうのでいいのよ、こういうので。今のあなたなら学園でもうまくできるわ。姉ちゃんがほんとに良い。すぐ大きくなったわ、この数週間で。こういうとこね、この感じほんと好き。ゼイユも大概あれだよね。それについてはごめんな。はぁ、なんですって、あんたたちどういう意味よ。あら、この流れはもしや。笑って上にパン、通称わらパンね。どうしよっかなぁ。降りれなくなったから。いや、そういうんじゃなくてパーティーよ。最初に言ってた3匹のうちの1匹、これかい。そうそう、これ、これはスーパーラブで決定で、マリサがアーなんで来るかな。あー、かぶりそうな予感。でもう1つが特別な。それじゃあそろそろ発表しようか。はぁ、何していて、たまにあるやつ。ボックスを確認してくれ。は、はい。わぁ、何かしら。うおぉ、お前らー。あー、この子たち。いいんですか。連れてこれる分だけだが、前シリーズの相棒たちを連れてきたぞ。久しぶり。じゃ、ポピッピ。この枠はマリサとの取った取られた関係なしに使用して構わないので、必ずここから1匹入れてくれ。兄さんでもいい。いいよ。わっちょ、どうしよっかな。ガストン行くか。楽しそうだなって思って見てました。うわぁ、ホンツボス。私もなんか懐かしいわ、これは。オッケン効かねー。ここでバランス取ろう。同じくマリサたちも必ず1枠これがあるってことだから。言うても絞れないなー。とりあえずスーパーラブをステラにしてみようかな。あー、いいんじゃない。火力爆上げで。でさ、誰さんの愛の証は今回連れて行きたいから。結構絞れてきたわ。すぐりと愛の証も気になってて、いつか刺されろ。どこで。あ、すごい、かぶりそうな波動感じた。ニヤ断行する。サムチャイは北上走り回ってた時のだっけ。で、でっけえ。わあ、かわいい。この子入れちゃうぜ。最後の試合どうなるかしら。おわ、皆の者を。うっと、お久しぶり。ポポアー、お前ら、この中から最低1匹選出ね。もう本当に昔のことのように、みんなに照らしたいくついてるのが何かわきわきします。こう、わあ、どうしよう、困ったな。この枠に限り今までの使用禁止になった子もいいんですって。なんだろ、どうしよう、ビビるくらい懐かしいんだが。おお、闘神が私と一緒。時間と空間超えてきてくれたのか。みんな意外と大きかったり小さかったり。面白いな、これ。お狐様は入れるとして。ちょっと、気になったけど前回使えてないキャラをかいつまんでいこう。むずるるるるる。あー、やめてやめてー。僕は吸わないでー。ごめんごめん、こんなに長くなると思わなかったわ、マジでごめんよ。霊夢1匹目は大パの豪華ザル。命の玉で火力を上げてパッチで夢特性にし、先制拳技を少しでも補充。2匹目は桃アロー、テラスタイプをステラに変更。黒いヘドロで地味に回復しつつ、毒毒を巻くかテラスバーストで押し切るかな感じで、ステラ状態のテラバーストには隠れた効果があることを後に知ることになる。3匹目は過密オロチ、特性再生力と脱出ボタンで自動戻り回復したいね。花粉団子ぶつけてくしゃみ無限ループにしたいんだって。本人が言ってたんだよ。4匹目はダイパのムクホーク、とても基本的、あまり前作と変わっていない仕様になっているよ。地方茶ボピッピいきます。グオゴゴゴ。5匹目はガチグマ暁の姿、頼りになる特殊アタッカー。相手の特殊アタッカーに勝ち当たりさえしなければ多分止まらない、止められない。多分6匹目はナオニクス。ご覧の通りの防御壁張り役、意外とぬるりとアタッカーもこなせる。ちゃんと役割果たせるだろうか。続いてマリサ手持ち。1匹目はマホクシー、特性マジシャンで相手の持ち物を奪って雑に使いたいところ。壁役もこなそう。やけどにも使用やること多いな。2匹目はテラパボス、食べ残しでじみじみ回復しつつ守る。独特の防御戦法、タイプステラになるとステータス大幅アップするので、この行為かに長生きさせるかにかかってる。3匹目はゴルフ、特性不器用で火炎玉。あ、不器用だから道具の効果を受けないで相手にぶん投げれます。ふぅ、そうだな。4匹目はバサギリ、命の玉で火力上げて断石アックスでステロを巻いてもう後は暴れちゃえ。5匹目はダイパのドダイトス、イカ様ダイスでめちゃくちゃ相手に石投げつけたい。もう嫌がられるくらい投げつけたい。6匹目は鉄の毒ザ、この音地面多いな。ステロを巻いた後に吹き飛ばし、この場合だとクォークチャージは特攻と素早さどちらが強くなるのだろうか。いや、長かったポケモンシリーズもついに終わりですわ。何で来る何で来る。おーおー、カメだったか。カメとかじゃないでな。なんだそのクマ、どこで拾ってったお前。自然を大事にしろよ。なんで殴ったんですか。私は魔法使い、私は魔法使い。言い方だ、キャラ守りに行ったよ。じゃあ等身大の私でお相手するね。こんなにお前可愛くないよ。年単位で進歩だね。まずは壁張り。お相手もおそらく同じ方よ、たぶん。ロヤシャは篠田派。ああ、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 なんてことを、ちょ、お前が何飛んできてもとりあえず問題ないかと。どうした？あれねえ、何？まあまあ、よしよしよし。お世話に魔女、光の粘土は壁効果延長アイテム。今決め買ったの、普通の壁ね。ドラゴン魔女、キャラ守んな。後で返すよ。あわよくば攻撃と思ったけど、全部壁張っとく。あれ、マリサさんなんかこの壁、熱くねえすか。ほんとだ、なんか変ですよ。乗せられるな、霊夢。うへぇ、やることやるだけ。ベース持ってけてます。うっと、交換しなかったか。ここはもう意地も張らないとでよかった。わった。しわやけどに、特攻一段階下げられてるかどうだ。亀もあるから助かったぜ。非常にまずい。帰るかな、マリサ。下手には、た。し戻しても出し、うむむむ。帰ったって。何だれ？余談ズバ。あんまり知らない。結構無事に呼べますね。大丈夫。しっかり耐えられたわ。交代すればよかっただろうか。いや、ちょっと交代受けには不安がある。振り向けー。これ何の技？断石アックスは攻撃をしてるスロックを巻くぞ。いやらしい。じゃ、マリサさん、こんなに綺麗に繋がったこと今までありましょうか。流れ。
ってます。特集家の壁がここで消失。頼まー。デコパッチンってなんだよ。あ、こりゃデコパッチンだわ。真空波で落ちますか。ちょっと他人かも。ごめー。うちの子そんな弱じゃないから、残りの壁もろとも砕けろ。いけいけ、これは。瓦割りにて物流家の壁破壊。レレレレイム、これちょっと。考えろ考えろ。思い切りが足りなくて招いた事態を追うぞ私。あ、まあ変なこと考えついたか。私にいい考えが。この段階でデコパッチン失うのは火力が不安すぎる。戻れ、代わりにサムチャイを。サムチャイって何？あ、そう、素振りの改正物、中身出せよな。まさにはあ、気がいいですよ、マリサさん。いや、これでいい。回復か。なんで脱出。さいなら。時間稼ぎ。これで少しでも命の玉の事象ダメで減らして、手持ちに戻ったら回復の再生力でダメージ抑えて戻る。デコパッチンのリカバーで受けるダメージを最小限に。脱走を無理なく呼び出す。あいつ、そういう特定。再生力だ。手持ちから戻ると3分の1回復。命の玉のおかげでこの体力なら、鉄の拳の使った先生マッチ。いや、弱りとベストな状態で切り抜けた。ダンスバー。外に切れなかったか。外とりあえずバブマリサさん。ぶっぱなにあれちゃう。感じの。ブーストエナジーにて速攻が上がる。おさに回答持ってましたけ。素早さの方が上がるように調整すればよかった。よし、当てた。これは結構痛手では。やめろや。断石封じで素早さダウン。上等だこれ。やめろや。アイスステロ交代か。サムチャイ出てくんな。誰だ。これいいチャンスか。もうアイか。名前アイバールダルルー。ステロダメージ。それを黒いヘドロで若干カバー。あの子体力はそこまででは。私コンストなんで素早さが一番になるようにしなかった。ね。いつまでも二人のモモちゃんじゃないぞ。頑張れって感じのモモちゃんだー。退屈してない権利だ。全技かよく高くなってるんでしたっけ。まあしょうがない。退屈してラジのペラバーストは威力はどっか高いが。高いが。頑張った結構かき乱せた。あれ、あ、そうなの。バカ力と同じ攻撃特攻が一つ下がるぞ。そうだろう。結構強烈なデメリットあったのか。相変わらずゆるゆるだな。お久しい。あの時の亀。どうする裏の裏返って交代読みできつい技来るか。頼む地面技打ってこい。一旦回避したそうだと思った。おーい、ロックブラストは何を呼んだ。霧雨クマか猿かと思ってた。ごめん、戻ってきて。逃げるなー。プロレッシは二度と繰り返させない。サンドバイルは安全に受ける。また来ましたよ。こっちには奇策あるで。まさかあれを効果力のキャドボ。キャドボあるの。あー、危ない。おっちー、やるやるやる。耐え、毒毒は桃にはつかないなら。なんか飛んでくる。ねえ、ちょっとマリサさん、プロレッシが弾を持って渡してる。マリサ特性、不器用は道具の効果を受けない。でも不器用だから投げれない。どうしてどうして。不器用なんだもん、無茶よな。不明。我々の対戦は本気でガチってないのだより。最終回にして丁寧に。ダボラー、助けくれ。ゴルーグ道具、ポケモンって呼ばれたんだよ。やばい、人のやることを。マリサさん、マジでマジでヤバいですよ。ここで切るしかない。マッサゴスしてよ。あの時の亀、空中の酸素なんかいい感じの酸素に変えて。濃縮還元ってことを。そう言わないで。ノーマル、これはあいつが出た時点で多分あれよ。絶対に長居させないスタイルで。うおお、さらに高めていくぜ。我々は時空を超えた壁を回復するんだぜ。戦いの中で成長している。頼む頼む。やばい、やばいの。さあ、これなら。よかった、本当にもの突破できないのが悪くて。絶対受けするね。霊抜群って何？ノーマル技でしょ。テラクラスターは相手がテラスタル状態なら威力2倍。実質確定検証じゃん。自分以外のテラスタル絶対許さないマンかよ。もも。そ、やばいやばい。まずいわ、霊夢。最悪これ誰も止められない。頼む頼む、届け届け届け。よいですよ。うざー。よった、ダメか。急所に当てた。文字通り爪痕残した。いいぞ、このまま落ちる。頑張った、チャポツッピ。食べ残しで回復。グーッと、もう耐えれるか信じるしか。今で、お相手やけっつです。全勝者。ゴー。文字力高め。届け。お願いやだ。耐えてくれ。えらー。で、助けしないで。レイムレイムレイム、大丈夫、ここまでやればオッケーよ。うわ、そうだった。あれ、そういえば、先生活動だ。すごい、正直止められないと思ってた。マッパー、大陸になって帰ってきました。あの時の亀、クマ切ってくれたのに。よかった、もう少しです。めちゃくちゃ頑張った。すぐに見ててくれ。ここで出たってことはもう交換戦法はなしか。まだわかんねえだろう。黙れ。結局ずっと和気あいあいしねえ。あいつイカサマしてるよ。してんのよ。次もか踏んだぞ。マジで虫技あるの。あー、うんない。もう一発頼む。お相手こちらに有効だないといたわ。全部当たれ頼む。さあ、鼻水垂らしまくれ。マリサー、マリサ残り与えてっけ。なんとか、なんとか。すすすー、絶対のー。どっちが早いんだ。単純にもう早けりゃ勝つステージですよ。マリー、いやーねー。あたまおかしなるー。レイムも残り1匹。君が心配だー。ガストン。任せろ。割ったと同じくらい修羅場くぐってる。キーミーくーはーもう。おいー、ミュージカル始めるな。この一手で決まる。岩石当たるかわからないけど岩石しかもー。頼む、サイロ必ず先制されても大成。キー。あのほんと、毎回魂削って臨むシリーズなので、頑張ったなぁと、4人倒れちゃった。ぜひまた別の形でやりたいので、高評価とかコメントとかしてくださるとありがたい。他シリーズもぜひ、ゲームの感想はもう動画内で言ってることが全てです。楽しすぎたわ。はい。